コロナが5類となって初めての週末を迎えました。今日はあいにくの空模様ですが、ここ倉敷美観地区には大勢の観光客が訪れています。今日の倉敷市は午前中小雨が断続的に降るあいにくの天気となりましたが、県外から訪れた観光客の姿が多く見られました。中には今月8日、感染症法上新型コロナが5類へ移行したのに合わせて今回の旅行を決めたという観光客もいました。日曜日の夜出て四国九州回って、はい、で岡山、はい、タイミングもいいので。マスクの着用は個人の判断に委ねられていますが、美観地区を訪れた人の中では着用した人の方が若干多く、着脱の考え方もそれぞれのようです。ちょっと人も多いしつけとこうかなみたいな、はい、外とはいえ、ね、人が少なかったら外そうかなみたいな。もう外だったらね、いいと思って今外してますけど、まあ、中入った場合にはマスクはつけてますけど、うんうん、今までつけてたんですけど、ちょっともう暑いから、暑いので、ちょっと外しましたけど、うん、新型コロナへの備えはそれぞれですが、美観地区はコロナ前のにぎわいを徐々に取り戻していました。